ていうのが知っておかないといけないことだと思うので、を本編としてやっていきたいと思います。像を介さない認識についてなんですけれども、ちょっと図を描いてみて説明したいと思います。見ることによって、モチーフは言葉を喋り出す、見ることによってモチーフは言葉を喋り出す、わけですね。見ることによってモチーフは言葉を喋り出す、モチーフがあって、それを見ることによって、言葉を喋り出して、絵画にしていくっていうことなんですね。この前回言ったことを踏まえてですね、絵画は言葉だということを話しましたが、今回言うこと、これを踏まえてですよ、基本を踏まえた上で、なぜ基本だったかということですね。絵画は言葉ではないということを話したいと思います。本質的には絵画は言葉ではないということを話したいと思います。僕らは見ることによって、モチーフを喋らせてきた。つまり、モチーフを変化させることによって、個性を持たして喋らすことができたわけなんですね。僕らのままではなくて、僕らが個性を持つ、僕らの個性のままではなくて、個性を通して見た、変化を通して見た、現実がですね、喋ったわけなんです。けれども、僕らが、僕らの目が閉じてしまう時ですね、僕らの目が閉じてしまって、見えなくなることはいっぱい、いろんな時いくらでもあります。描いてる時に、見えなくなる、突然見えなくなることもあるし、徐々に、現実に寄せていって、どんどん現実にこびていくことによって、見えなくなって本当に何もない、ものになってしまう。最初のものよりもさらに、何もないものになってしまう。これじゃ描く前の方が良かったなということになるわけなんですね。こういう時、で途中で、閉ざされる時、そうやってものが見えなくなることっていうのはたくさんあるわけなんですね。そういう時に、例えばどこかでこの見ている途中のどこかで断絶が来る。でこういうふうにたたたしく動くけれども、その日一日がもう終わってしまう、もう寝なきゃいけない時間、でもこのままでは寝られないよという時ですね。何かしら今ここに描いているものの中に現実を見たいわけです。この中に何かを見て、自分は安らいで寝たいわけです。でも何も見えないっていう時いっぱいあると思います。そういう時、これが、このぐじゃぐじゃの中のものが側になって、これ自体が形になるわけですね。見るということで目が開かれる時はこれ自体が形になる。これを通して中に自分の見ているものを見るわけです。そうすることで、今までやってきたテレンテクダ、苦労や、苦しみが、全て報われて、一つの像を、一つの形を得ることができるようになる。これが見るという行為ですね。けれども、この見るという行為をなしに、そのままもう一日を終えてしまう。そうするとこれは目の見えない何かしらのもの、こういう像を持たない何もないものなんですね。見ることのなかったもの、見れなかったもの、でもこう絵として残ってるわけなんですね。これは、ものとして、モチーフが喋れなかったもの、結果としてですね、喋れなかったものなんですね。つまり絵が言葉にならなかったものなんです。この喋らないものを作るには、
この人の目が閉ざされなければなりません。喋らないものを作るためには、この人の見てたものがいつしか目が閉じていって見えなくなる。見えなくなることで、この絵は喋らないものになります。この普通に美しかった、最初のモチーフが沈黙の何も見えない喋らないものに変わります。基本は絵は言葉である。見ることによって喋らしてきたけれども、目が閉じる、それによって絵は喋らないものになるということなんですね。特にですね、美しい絵を描く、パッと見て美しい絵を描いたり、非常に自然のそのままの絵を、俗っぽく言うとですね、描くように見える人たちは、一足飛びにこれをやっているわけなんですね。物を喋らせないように描く、つまり死の世界ですね。この見えない人にとってはこれはもう苦しみでしかないわけです。苦しみでしかないものの中身をですね、シンボリックに描こうとする、これが、いわゆる、美しいものを、美しいまま描くといったように見える人たちのやろうとしていることなんです、けれどもそれは成功していません。もちろん成功していない。この苦労は、この苦しみはこの人たちにはないからですね。これは見えなくなった、言葉を喋らなくなった絵画、つまり、変化できなかった、こっちに見ることによって変化できなかった絵画なんですね。こういう死の世界、喋らない世界、変化しない世界、僕らからしたら死の世界なんですね。変化しない世界をですね、普通に、現実を見る、現実の木を見た、これを現実の木を見た、これを変化させずにここに持ってくるわけです。そのままこの見たままの木をこうなってこうなってというように、できるだけ喋らさずにですね、ここに持ってくるっていうことをする人たち、これが喋らせない、ものを喋らせないまま持ってくる絵画なんですね。これをメメントモリと言いますね。メメントモリ、死を忘れるな、要するに死の世界なんですね。この死の世界、変化のない世界を、描くことによって、死の世界、つまり僕らの世界でないところのものを思い起こさせる、ことなんですね。でそれを、喋らせないように描く人たちはやるわけです。昔の人なんかはよくドクロを描いて、絵画にね、ドクロなんかを、描いてですね、よく本なんかをここに置いたりとかして、こうやって、生物を描くわけですね。メメントモリなんて言って死を忘れるなということ、でこれを額縁に入れてですね、家の、どっかに飾っておくわけなんです。そうすることで、日常生活の虚栄から、本質的に逃れられないこの死の世界へ目を向けることができるわけなんですね。でなんでこういうことをするかっていうことですね。大切なのは絵は言葉ではないということを思い起こさせるためなんですね。見えなかった自分、どっかで断絶されて見えなくなる自分で最後まで行き着く、最後まで行き着いてもう本当にクソみたいになる自分、クソみたいになる自分がいるわけなんですよ。で、どこかで断絶されて見えなくなって喋らなくなった絵っていうものが、けれども絵としては残っている。他の人が見たら何、これに何が見えるかは分からないですけれども、その人自身はもう何も見えないもの、これがイメージを介さない認識なんですね。ここに一つのイメージもないわけです。ここで助かるためには寝る前に何とかして
寝る前に何とかして、ここに一つの像を見ないといけない、今までやったそのタッチや全ての行為、髪がぐちゃぐちゃになったらその髪のぐちゃぐちゃさも含めてですね、一つの像、一つの結果を見ないといけないけれども見ないまま終わる、像を見ることによってこの人は助かるわけです。自分が自分のやってきたことが報われて、自分の、見てきてやったことがことから世界が生まれるんですね。けれども生まれなかった、生まれなかったまま寝たということは、この人も生まれてこなかった、つまりこの人は生きてこなかったわけですね。画家は生まれなかった、その日生まれてこなかったわけです。ということはどうでしょうか、その後に、生まれてこなかったということは、死ぬこともないということなんですね。つまり、ここのモチーフ以前のもの、の世界、つまり何も、像として現れてこなかった時の、状態にいるわけなんですね、この人は。でもこの世においてはこの世界はこの世界です。この世界のように感じる苦しみだけしかない。でもこの苦しみだけしかないところに実は見ることの源泉があるわけなんですね。絵画というのは、絵画である限りはどうしてもですね、像において一つの像においてつかまなければならない。どこかで目を開いて、どこかで目を開いて、どこかで目を開いて、それを見ないといけない。そうすることで一つの絵がオリジナルとして完成する。一つの絵がオリジナルのものとして完成するわけです。その人の全ての行為が正しく表現されて、その自然のものと、その自然のものを正しく表現したものとなって、絵画としては終わるわけです。だから絵画っていうのはあくまでも映像として、見る世界なんですね。見ることによって、救われる世界なんです。けれども見ない人もいる、見れなかった人もいる。で、見れなかった場合、その人が見れなかった場合は、他の人が見てあげることができる。他の人が見てあげることができる。できますね。そうすることでこれが絵に変わるということがあります。だからですね、根本的にこの、見る絵ということはですね、見ないということが本質的にあるわけなんです。見ないことによって、見えないことによって、その人の目が閉ざされることによって、この世のあらゆる像を、映像をですね、拒否する、ないに等しいものになる、無に等しいものに、することが僕らの精神の中ではそういう働きがあるんですね。目を閉じて像が見えないのは辛いけれども、辛い方面は何かしらこう表面的な部分なんです。やはりその見えなくなるという自然の行為自体、もっと目を向けないといけない。見えなくなることによって、じゃあなぜ見えなくなるのかということなんですね。見えなくなることに価値があるからですね。見えなくなることに価値がある、つまり見えないまま維持できる人っていうのは、本当の絵画の意味を知っている人ですね。映像にしなきゃ我慢ならないというのは、一つ何か報いがないと我慢ならないということなんですね。そうではなくて、絵画っていうのは目を閉じさせることができるものなんだということを知る必要があるんですね。描くことによって目が見えて、目が閉じる、
これができるのが絵画なんだということ、芸術なんだということなんですね。目を閉じた自分はもう一人で孤独です、孤立しています。何も見えないということは、誰も周りにいない、見てくれる人もいない、自分でも見れない、何もない、本当にただ一人の自分がそこにいるわけです。それが自分で絵を描くっていうことの一番の本質なんですね。描いて目が開いて、そしてまた見えなくなる、もしくはもうこの段階を飛ばして最初から見えないで描いていく、見えないということが大前提で描かれるということなんです。つまりこの人一人しか、見えないこの人一人しかいないわけです、この世には、この人には。で、なぜこの人はいるか、この人がいるっていうのが分かるか、この見えないっていう人がいるのが分かるのは、見えないっていう自分を強く分かっているからですね。自分が見えない、今見えない、何も見えないっていう自分をよく見えているわけなんですね。これは言葉で言うとすごく何かこうトリッキーな感じがしますけど、そのままですね、見えない、何も見えないっていう時に自分っていうことはよく分かってますね。見える時はいろんなものが、いろんな可能性がそこに、豊かに見える、そしてシンプルな形の中に自分が確認できる、そしてまたそれが人が、他の人も見ることができる、これが普通の状態、基本の状態ですけれども、これの発展したもの、見えない、つまりその人自身は、その人自身はちゃんとその人自身を認識するけれども、他に誰もいない状態ですね。これが、非常に大切なんです。こういった時に、絵は言葉を超えたものになるわけなんですね。絵が言葉である限りはですね、あの像なんですね。やはり言葉として、像として映る、言葉が一人のそのものなんですが、言葉として映る映像なんですね、言葉の像なんですね。けれども、目をつぶった人にしては、絵は言葉ではない、言葉を超えたものであるということなんです。そこが絵画の源泉、芸術の源泉になってきます。何も見えない盲目の人一人、自分をはっきりと認識している、全て丸々認識している一人がいるわけです。それがあの芸術の源泉、言葉を超えたものということなんですね。こういう自分を認識すること、が映像なしに、映像なしに、像なしに、像なしに、自らを認識し、認識していくことなんですね。像を介さない認識ということについて、話していきました。でですね、これが、余すことなく、自分を認識しているがゆえに、自分の部分ではなくて自分の体丸ごとですね、絵になる行為、つまり作品になる行為なんですね。絵というのはどうしてもその部分、部分になってしまうけれども、像として捉えるとですね、部分になってしまうところがある。それでも本質の反映は確かにそうです。目が開いて描いている限りはそうです、本質の像です。けれども本質それ自体ではない。本質それ自体っていうのは見えない時です。見えない時に本質その人、その人の体それ自体が、全てが、実体になるわけなんですね。これを、身体性ということで言えると思うんですが、基本として絵というのはその本質の写しなんだと、像だということなんですね。本質の像、本質の像であって、
それは目を開かれることによって見えてくるもので、もちろんその最初から見ないっていうのは論外なんですが、その自分の絵画っていうものを、見ないで描ける人、はただの、趣味ですね。要するに見ることによって、見て、見ないことによって見なくなる、見えなくなるということが、絵画の本質的な、楽しさなんですね。昔こう思ったことがありますね。その絵っていうものをですね、大人になってまで、やる意味がよくわかんないと。小さい時はですね、落書きやその他絵、自分の好きな絵を描いて喜んでいるけれども、これを大人になってまでやることなのかということがよくありましたけれども、今でもそれはそう思います。っていうのは、それはただの趣味としての絵、本質の体験としての絵ではなくて、ただの自分の描きたいものを描く、要するに見ない絵ですね。これはでも本質的に死の世界なんです。見ない絵っていうのは全てこの死の世界、開かれなかった、目が一度も開かれなかった世界なんですね。でもその開かれない世界の中でみんな、上手い下手を言うわけなんです。僕らの世界は、目が開かれない世界なんですね。けれどもそこで、目を開くっていう技術を使う、そして、ここを通って、目を閉じる、こういうことが、本質的な絵画芸術の世界の中には、基本としてあるわけなんです。だからですね、絵画っていうのは見る力もあれば、見なくなるようにする力もある。見なくなるようにする力は何かって言ったら、僕らの世界から、この死の世界、つまり、無の世界ですね、何もない世界に、戻ることができるということなんですね。何もない世界に、戻っていって、要するにその人の、中ではやはりこれは辛いだけのものなんですが、何もない世界に、戻る、装置でもあるんですね。そうすることで、絵画が本当の意義を、想像が本当の意義を、取り戻す、時でもあるわけなんです。これは本質的な領域の話です。本当にこの何もない世界、そして想像された世界、2つの世界、言葉である限りは何かしら、変化があって、ここに変化があってですね、変化のおかげで、僕たちは、見ることによって、それを見ることによってですね、現物との変化ですね、変化を見ることによって、僕らは、それを喋らすことができた。言葉を超えたものである限りは、これは喋ることは一切ない、言葉ではないわけです。ここには、つまりここにあった変化はなく、変化もない、何もないわけですからね。変化はない、新しくなることも何もない、時間も何もない、ただ一人認識している人が一人いるだけですね。一人認識している人がいるだけ、こういう世界が、認識されなければならないということなんですね。こういう世界をちゃんと、像がない世界として、認識されなければならないということなんですね。抽象画でも、ここにキャンバスがあって、何かこう色が塗られている、一色の色が塗られている抽象画があったりします。これは、キャンバスと絵の具っていうものがある限りは、ここにどうしても具象的なものがつきまといます。でもこれが、目を閉じる時には、無に帰るわけです。これは、像を描く時でも一緒です。像を描いて、一つの像を、自然を通してですね、自然を通して、見る限りは、これは一つの言葉としての現れけども、これが閉ざされる時にはこの像も一つの無に帰されるわけです。
こういう土俵の上で、絵画っていうものは、芸術っていうものは行われる。この土俵の外にいる人は、勉強しなければならないということなんですね。またロスコを例に出しますけれども、もしかしたらロスコは、何も見ていなかったかもしれない。あの赤い画面の中に彼は目を閉ざしていた可能性もあるわけです。目を閉ざすことによって彼は一人で何も見えなかった、つまり彼しか認識して、彼自身しか認識していなかったということに像なしに認識していたかもしれないですね。そういうことが言えます。そうすることによってイメージの源泉になることができた。目を閉ざすことによってこの絵画があらゆるイメージの根源になることができた可能性はあります。そういうことなんですね。で、絵画はほとんどがこの像のある世界、像を介して、認識する世界に、でおいて行われるけれども、その根源で支えているのは像を介さない認識なんですね。